です。マインドコントロールっていう本とお金の味っていう本ね、この2つを読んで考えてみる。田舎者が都会のね大学に出てきて、まあその後に田舎では優秀な学生だけど都会に出たらただの凡人だよって話があるわけですけど、かつて新政府のセレクトやカルト宗教がターゲットにしたのは地方から都会に出てきて一人暮らしを始めたばかりの青年たちであった。彼は孤独だった。方言という壁があるため学友たちと気軽に話すことさえ困難と思う。田舎では秀才ともてはやされていても都会の大学に出てくればただの田舎での盆栽に過ぎない。彼らのプライドは傷つき自分の存在価値は見失いアイデンティティの危機を味わうことになる。そこに親しげに接近して彼らがしたくても誰でもできなかった人生や社会についての真面目な議論を吹っかけ彼らをハッとさせたのである。実際彼らはそうした話を誰かとしたかったのである。最初は警戒しながらもそうした話に飢えていた彼らはそれに連れられて話し始める。話し込み相手に対する親しみを感じ始めた頃我らの活動に参加することこそ自分の存在価値を見出すチャンスだと言われその通りかもしれないと思い始めるのだ。孤立や精神的な支えの乏しさがマインドコントロールを容易する。愛着崩壊を起こし精神的な絆が乏しくなり無縁社会とも呼ばれる現代社会においてマインドコントロールの餌食になる人が増えたとしても何ら不思議ではないって話なんですけど、お金の味らある著者だよ金森さんも、かつてその田舎からまあ都会のね東大っていう、まあ、学校の入る情報で頭脳あったんだけど、その賢かったわけだけどそれでも騙される、騙されて騙されて最終的には商品の 先戻り費にはめられて、まあ、1億円以上の借金背負っちゃうっていう感じになっちゃったんだけど、じゃあそうなるなよっていう意味でこの本が出版されたわけだけど、このお金の味っていう本とこのマインドコントロールっていう本を読むだけでも相当なねその詐欺に対しての自分自身のガード、セキュリティ、まあ、そんな感じになるから、自己防衛のためにもこういうね、マインドコントロールって本を読んでね、考えてみてください。それでは。